鎌田大地選手が移籍したクリスタルパレスを分析していきます。昨シーズン経験豊富なホジソン監督が指揮を執り、リーグ戦25節を終えて6勝7分け12敗で15位と苦しんでいましたが、2月にグラスナー監督が就任すると13試合で7勝3分け3敗、順位を10位まで引き上げてシーズンを終えました。シーズン終盤にはリバプール、ウエストハム、ニューカッスル、マンチェスターユナイテッド、アストンビラをことごとく撃破しています。グラスナー監督が採用しているシステムは 3-4-2-1 です。鎌田選手は2シャドウ、2ボランチの4箇所でプレーすることができます。戦術を見ていきましょう。ビルドアップではウィングバックが前線へ上がり、3バックが開いて間にゴールキーパーが上がってきます。前線に5人も選手がいるので相手はプレスに人数をかけづらくなり、数的優位でボールを回すことができます。ボールを少し運ぶとキーパーが戻って 3-2-5 の形になります。サイドから攻撃することが多く、実際に昨シーズンの攻撃分布は右サイドで 38%、 左サイドで 37% となっていました。守備では 5-2-3 の形になり、3トップがサイドに追い込んでいくとサイドバックが上がってきて一気に奪いにかかります。完全に引いて守る時間帯もあり、 5-4-1 の形でとにかく中央を固めて守りに全集中します。この戦術になってから13試合で29得点14失点と攻撃も守備も劇的に改善されました。鎌田選手のライバルになる選手をどんどん紹介していきます。ボランチのライバル1人目、先日20歳でイングランドの A 代表デビューを果たしたアダム・ウォートン選手です。ゲームメイク能力と守備力を高いレベルで兼ね備えた超有望な選手です。今年2月に移籍してきたばかりですが、グラスナー監督は13試合すべてでスタメン起用しており、レギュラーに一番近い存在といえます。ライバル2人目、リバプールからの関心も報じられたマリ代表シェイク・ドゥクレ選手です。昨シーズンはアキレス腱断裂もあり11試合の出場にとどまりましたが、守備力はチームナンバーワンなので心強い存在です。ライバル3人目は怪我をしたドゥクレ選手の穴を埋めた昨シーズンのレギュラーウィル・ヒューズ選手です。粘り強い守備と思い切りのいいパス選択が持ち味ですが、鎌田選手の加入、ドゥクレ選手の復帰により控え降格あるいは移籍が濃厚と言われています。ライバル4人目はコパアメリカでも大活躍、コロンビア代表のジェフェルソン・ベルマ選手です。宇宙戦に滅法強く、得点への意識も高い、攻守に活躍できるボランチです。鎌田選手は他の選手と異なり攻撃に大きな強みを持つボランチです。グラスナー監督の下で戦った2223シーズンは主にボランチとして起用され、リーグ戦9ゴール6アシストの活躍を見せました。プレミアリーグでの活躍も期待できそうですね。ボランチの戦力分厚いですね。熾烈なスタメン争いになりそうです。クリスタルパレスは昨シーズン右シャドウのレギュラーだったミカエル・オリーゼ選手がバイエルンに移籍したため、後任としてアーセナル、スミスロー選手の獲得に動いています。後任が獲得できなかった場合、鎌田選手のシャドウ起用も十分ありえそうですね。左シャドウにはイングランド代表エベレチエゼ選手が君臨しています。スピードとテクニック、思い切りの良さが持ち味で、ワクワクさせてくれる選手なので、ぜひ注目してもらいたいです。トッテナムが獲得に動いているので、今後の動向がチームに大きな影響を与えそうです。また鎌田選手と仲良しのフマテタ選手は昨シーズン16ゴールを記録しており、フィジカルだけでなくドリブルも上手い選手なので、こちらも注目したいですね。割と実力者が揃っていて驚きでした。昨シーズン終盤の勢いそのまま今シーズンのダークホースになるかもしれませんね。楽しみです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。